join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts.日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。今週4月の14日に前震、そして16日に本震、それぞれ最大震度7を観測した熊本地震から7年と。はいということになります。そこで今週は復興に向けて歩みを続けている熊本の今をお伝えしていきます。今日は地震で天井が剥がれるなど大きな被害を受け、そして一昨年から新しいビルへの建て替え工事を行い、そして先月23日に生まれ変わった阿蘇熊本空港の方に話を伺います。熊本国際空港株式会社経営企画本部総務経理部課長補佐宮島秀信さんです。宮島さん、おはようございます。おはようございます。この度は阿蘇熊本空港新旅客ターミナルビルオープンおめでとうございます。ありがとうございます。熊本地震から7年という月日が経とうとしておりますが、この地震の被害というのは空港自体もやはり大きかったんですか？熊本空港もですね、大きな被害を受けまして、3日間ですね、空港の運用をこう停止しなければならない状況になりました。やっぱり天井のですね、幕板が落下したりだとか、給水管が止まったり、電気が止まったりとか、非常にですね、我々、空港としてもですね、非常に不安を感じた日を、今でもですね、忘れないでいるような状況です。そんな中、新しいターミナルビルを作るにあたって、やはりこの耐震といった、地震に強いビルを目指していったんですか？この度のですね、新ターミナルビルの特徴としてですね、安全安心が一番であることは変わりなくですね、やはり熊本地震を経験したからこそですね、国からですね、求められている水準以上のですね、耐震性能をですね、持った、そして繰り返しこう発生する大地震にも耐えれるような、建物にしたいという思いの中で、この度新旅客ターミナルビルが完成したということでございます。まずですね、電源がやっぱり途絶えてしまったというのがございましたので、まず電源の多重化、いわゆるその複数の電力系統からですね、受電することによりまして、一つの系統がこう災害でダウンしたとしても、他の系統が稼働しまして受電が可能になると。いうようなものが一つと、はい、で万が一その系統もダウンしてしまったことを想定いたしましてですね、72時間、継続運転可能なですね、非常用発電機などを整備いたしまして、必要な空港機能がこう維持できるような体制を取ってます。でまたですね、当時は水がですね、やっぱり断水したということもありまして、通常時のですね、給水がこう途絶えた場合のですね、代替策としましてはですね、井戸を掘ってましてですね、地下水でですね、これは飲み水としては利用できませんけれども、トイレの中で使用したりとかですね、いわゆる雑排水用としてですね、そういった水も確保するということで、今回新ターミナルビルに盛り込んでいるような状況でございます。お話を聞くと、やはり地震を経験したからこそどういうことに困ったかっていう目線が生かされてますね。はい、やはり実体験を私たちが経験してますので、本当にそういった教訓を生かしたようなターミナルビル作りとなっております。そして新しいターミナルビルはこう熊本らしさが散りばめられているようですね。外観はですね、熊本城の国室や、漆喰をモチーフとしたデザインになってございます。で、ターミナルビルにはこう入ってくる自動ドアがあるんですけども、いわゆるこの風情室の上部にはですね、東京五輪の選手村で使われていた、レガシー材をですね、使用していたり、ぜひともですね、見ていただきたいのは、オリンピック・パラリンピックのですね、エンブレムの夜勤がですね、そのレガシー材に印字されてますので、ご利用の際にぜひ探していただきたい部分でございます。
1階に入りますと非常に開放的なチェックインロビーが広がってまして、案内サインもですね非常にこだわりを持ってましてですね、まあ、熊本らしさを出すために加藤清正のですね家紋を透かしにこう利用したりとか、あの航空会社さんのこう FIS ですね案内板には熊紋も登場してきたりします。で3階にですね上がりますとこう出発ロビーになりますが、はい、小国杉を使った高さある天井をこう見上げることができます。非常に木が持っている暖かさだったりぬくもりであったりというものを感じていただけるのではないかというふうに思ってます。目玉はあるんですか？はい、大きな目玉として搭乗待合エリアがございます。はい、保安検査を通過した後のですね、今エリアにはなるんですけれども、26店舗のレストランやショップがですねひしめき合っておりまして、はい、地元のですね、天草の寿司であったり、はい、阿蘇の赤牛、地元で人気のですね、クラフトビールなどが堪能できます。ですので、まあ、検査をした後のエリアになりますので、検査時間をですね、気にすることなくこう出発ギリギリまで楽しめるというところがこのターミナルビルの特徴であります。通常空港の保安検査場の手前にいろんなレストランなどが多いんですが、保安検査を終えた後に楽しめるんですね。はい、そういったコンセプトで今回、施設の展開をしております。実際熊本と国内国際ではどういうところを結んでるんですか？はい、国内はですね、感染っていわれる大きなこう東京であったり大阪、名古屋だったり、まあ、沖縄だったりとか、まあ、まあ代表的なものとしてはそういった路線になります。で国際線につきましては、今デイリーですけれども韓国インチョン線ですね、はい、こちらを運用して、今後もですね、チャーター便などをですね、まあ、誘致していければなということで取り組んでいるところでございます。すでに3月23日にオープンということで多くの方が利用していると思うんですが、利用客の方からはどんな反応が返ってきてますか？ようやく熊本にも本当の国際空港ができたねというお声であったりとか、まあ、正直、熊本ではないみたいというようなお声もいただいてですね、で非常に、まあ、中に入っていただいたらですね、うんうん、非常に快適とか、まあ、素敵というような好印象なですね声をいただいているようなところでございます。今回開業したのが、まあ、第1期分の開業ということなんですが、2024年秋頃に予定されている第2期の開業はどういうものができそうなんですか？はい、ターミナルビル横にですね今隣接した建物がございます。建物としてはもう完成しているんですけれども、中の方は今からですねどんどんテナントさんを誘致していくような形になります。いわゆるその商業ゾーンというようなエリアになりまして、まあ、そこでレストランとか売店を誘致していくという形になります。さらにですね旧国際線ターミナルビルが残っているんですが、それをですね、更地にしまして、地域に開かれた広場、いわゆるその皆さんがですね空港に遊びに来ていただけるような空間を整備していきたいというふうに思っております。最後に阿蘇熊本空港がどういうふうな空港になっていってほしいですか？空港というのはこう我々としては一つの町だと思っています。利用にあたってはですね、まあ、出張であったり、観光であったりといろいろなこうシチュエーションがあると思うんですけれども、飛行機に乗るお客様も乗らないお客様も空港に来てよかった、利用してよかったと思っていただけるようなですね阿蘇熊本空港を目指していきたいというふうに思っております。生まれ変わった阿蘇熊本空港、まあ、たくさんの人がね行き交って、そしてその街の発展につながる起点になるような場所になるといいですね。はい、宮島さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。生まれ変わった阿蘇熊本空港、面白いのは保安検査場をくぐってから、検査を終えてから飲食店やお土産のショップが並んでるっていうね。もう利用する人のみってことですね。そういうことだよね、ただ混雑緩和、早めにちょっとチェックインとかも済ませようって思う人がね、多くなると、まあいわゆるこうギリギリに飛行機に乗るなんていうかお客さんが少なくなるっていうのなのかなと思いますけどね。新たな空港として生まれ変わりました。そして地震を乗り越えました。熊本、阿蘇熊本空港の宮島秀信さんにお話を伺いました。 HKT48 の柳瀬玲也です。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 の桃地山ラジオ局ポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、 Spotify、 Amazon Music、
Google ポッドキャストなどで桃地浜ラジオ局と検索してフォローをお願いします。